これぜひ乗っていただきたいです。はい、乗らせていただきます。大人が乗ってるみたい。難しい、すごく難しい。頭を使う。これお、ちょっと道が悪い。あっ、ほんとごめんなさい。全然全然全然、そのバギーをぶつけるらしい。ほんとすいません。皆さんこんにちは、おっちょさんです。ではチャンネル隊長の隊長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は隊長さんの愛車紹介ということでこちらをちょっとね紹介していただきたいんですけれども、はい、こちらはですね、はい、ヤフオクで買いましたゴミです。まあ冗談だけどね、ちょっと格安で買ったね、あのバギーで、あの、はい、チャンネル隊長の方でね、このバギーベストアシリーズっていう動画あるんで、はい、まあ、ご興味ない方は見ていただきたいんですけど、まあまあひどい状態のものを買いまして、はい、とりあえずここまでなんとかね走れる状態にしたよっていうのがこれになるんですけどもね。素晴らしい。最近全然手入れしなくて、もう埃がもうすごいのよこれ。自然のウェザリング加工がされてる。はい、うまい、うまい。はい、というわけでね、ちょっとこれぜひ乗っていただきたいです。はい、はい、乗ります。乗らせていただきます。じゃあこのバギーで今日はちょっと野山を駆け巡って野生の本能を取り戻したいと思いますので。いいね、いいね。乗りました。じゃあ行ってきます。おし、じゃあ行きますか、後ろから。さあ、初めてのバギーです。頑張ってやっていきます。乗れるかな。さあ、今始まりました、オチョピットバギーレース。実況は私、チャンネル隊長、隊長でございます。上半身がもう、あれですね、僕が子供が乗ってるみたい。子供が乗ってるみたいでございますね。もっとオチョさん、どんだけちっちゃいんだろうか。あ、なんか、すごいな、これ。楽しい、涼しい、風が、いい風が吹く。あ、でもなんか、前が、あ、結構怖いな。結構ダイレクトに動く。大丈夫かな。大丈夫かな。おー、気持ちいい。なにこれ。お、ちょっと道が悪い。あー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 、あ、この段差削られるよ。おっと、ぶつかった。大丈夫か。大丈夫。ちょっとやばい、ぶつけちゃった。大丈夫。なんか右にハンドルが振られる。あ、だろうね。ちょっとね、ここ段差でね、多分構えとかんとあれだ。ほんとごめんなさい。全然全然全然。人のバギーをぶつけるらしい。ほんとすいません。もう全然これはね、ごめんなさい。むしろ本当に良かったね。いや、本当すいません。本当にごめんなさい。はい、やらかしました。申し訳ない。びっくりしたもんね。なんか俺どこ行くのって。おちょさん、おちょさんって言ってね。だいぶちょっとびっくりしたんですけど。あの、全然バギーも元気でございましてね。はい、まあ、僕ちょっと砂少しほじっちゃったんでね。多分ここが現場検証に。ほじっちゃったゾーンですね。今ここ多分にぶつ、はい、ここら辺にぶつけてしまったんじゃないかなっていうところです。もう大丈夫、怪我がなくて何より。皆さん、はい、バギー乗るときは気をつけましょう。気をつけましょう。気をつけましょうね。ここバギーのハンドリングはね、癖がありますからね。ちょっと心配でございますけども。うわぁ、エモエモ通り。おっと、大丈夫か。怖い怖い怖い。ゆっくり行かないと、また事故る。あ、俺が演奏した。演奏してしまった。演奏してしまった、私が。なんか右に行っちゃうな。なんでなんだろう。少し気をつけていかないと。難しい、すごく難しい。頭を使う、これ。楽しいけどむずいぞ、これ。バイクのグロムの方がまだ運転が簡単かもしれない。気のせいかな。結構癖がある。落ち着こう、落ち着こう。落ち着いてもう二度とぶつけない。おお、草の中に入ってきました。やば、なんだここ、すごい。いやー、落ちそうで怖い。オッケー。もうごめんなさい、本当にせっかくもうあげるって言って。大丈夫。いいよいいよ。全然。タイヤ当たっちゃっただけかな。あ、全然。ホイールがちょっと削れちゃったかも。あ、いいいいいい。
え、本当にごめんなさい。全然いい。ここちょっと削れちゃったかも。オッケーオッケーオッケー。もうやだ、本当に。いや、いいよ、全然。本当にごめんね。いいよ、いいよ。靴脱げた。熱やばいね、これ一回オーバーヒートしてるかもしれないね、これちょっとね、多分ね一回冷やさなあかんね、これね。なんかバギーの調子が悪くなってしまいましたオーバーヒート、オーバーヒートっぽいですねはい、なんかちょっとあの過去最大級のなんか怪しい煙がもくもく上がってしまいましてなのでちょっとこの子はまあもうお亡くなりお亡くなりえ、待って、とどめさせちゃった。いや、でも冷えたらね、あの動き出すんで全然大丈夫ですけど、はい、あのというわけでね、はい、バギーには厳しい季節がやってまいりました、はい、空冷にはしんどい季節ですからね。そうですね、はい、なっちゃうんで。どうでした？いや、あのですね、なんだろう、タイヤのやっぱり大きさの差があるのかな、グロムを乗るよりも若干ちょっと操作に癖がある感じがして、なんかあの2輪と4輪で安定性は絶対4輪の方がね、いいはずなんだけれども、やっぱりちょっとハンドルブレブレ、そう、ブレブレでね、怖いところがあったんですけど、あの乗り慣れるとね、結構楽しいんですけど、あの基本的にはね、危険な乗り物ですね、これはねはい、ちょっと大事故が起こっちゃう、大事故が起こっちゃうんで、もう傷だらけになっちゃって、もう本当に超土下座してあの体調着で、ね、もうね、ごめんなさいってやっぱね、ちょっとあの体重軽い人が乗るにはちょっとあれかもしれないね。僕みたいなデブだったらあの耐えれるんで、じゃあもうちょっと私もね、妹なんで、もっと大きくならないと。 お茶はいっぱい食べてな、大きくなるんだぞ頑張って食べます。お兄ちゃんの寿司行くか。じゃあ寿司行きましょう。じゃあというわけで、はい、初めてのバギーは、はい、大変でした大変でした大変でした。初めてのバギー大変でした、はい、今日は貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。バギー乗るまでのね、裏話とかそういったのは隊長のチャンネルで出てるので、ぜひそちらをご覧ください。登録もよろしくお願いします。あとこの野山を貸してくれたあのゴーくんでしたか。はい、ゴーくんですね。ゴーくんもチャンネルをやられてるそうで。そうなんですよ、はい、YouTube やってて、はい、僕の友達でございまして、そう、あの隊長の友達なんで、そちらも今出てると思うんですけれども、ぜひそちらの方も皆さん見てください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイズレた、痛い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